BMW-803 エンジン BMW-803 は BMW の開発した高出力航空機エンジンである。2機の BMW-801 を背中合わせにして2重反転プロペラを駆動する。結果として28機筒4列式の星型エンジンになった。アメリカのプラットホイット 2ER-4360 と シリンダ配置が似ているが803は綺麗である。大出力エンジン設計する際に常に、クランクシャフトの強度が問題となった。この問題は同様の BMW802 等他の2500馬力級エンジンにも当てはまる。この問題を回避するために、技術者たちは共通のクランクシャフトを配することを決め二組の、独立した二重反転式プロペラを駆動した。 前のエンジンは直接前のプロペラを駆動して、後部のエンジンは複数の小形の伝達軸でシリンダブロックを越えてエンジンの前方へ伝達して、後部のプロペラを歯車を介して回転させた。このエンジンは乾燥重量で 2950kg オイル、冷却水を含めると 4130kg にもなり、 排気量は83.5リットルという凄まじい重量級エンジンであり、このエンジンの出力は 3900PS に達した。このエンジンは、ドイツのエンジン中でも最も高い出力を誇るエンジンだったが、パワーウェイトレシオは 0.60hp、ポンドと低く、他の大型エンジン例えば、ユンカースジュも222の 1.04hp。 本土に比べるとかなり低い値となっていた。また燃費が悪く 34.4kWL であり、ユンカースジュも222の 40kWL と比べても劣っていた。また、後部のエンジンの場合、共通のクランクシャフトがないので、エンジンの補給類は、それぞれ単独で駆動されなければならなかった。下級機自体が数百馬力消費したので後部の、プロペラは、 前方よりも出力が下がった。同様の双子エンジンとして、ダイムラーベンツ DB601 エンジンを2つつなげた DB606 も単一のプロペラシャフトを駆動させていたが DB606 は全で運用されたのに対し BMW803 は試験段階にあり量産はされなかった。上から見た BMW803 エンジン。 前後に二つエンジンが並んでいるのがわかるエンジンは、フォッケウルフ FW238、フォッケウルフタ400の六発機型や他の爆撃機に搭載する計画だった。六発エンジンの巨大な爆撃機、タ400は、ニューヨークを爆撃する、超長,長距離爆撃機として設計された。この計画は占領下にあるフランスからニューヨークへ飛行し、 フランスに帰ってくることを想定したが実現しなかった。フォッケウルフはこのエンジンを使用して、タンザの戦闘機を設計した。また、ブロームーンとフォスもいくつか設計案を出したがすべて実現せずに終わっている。BMW803 は一つだけドイツの博物館に現存している。ありがとうございます。